部のビーチラックの鶴川です。なんか顔が疲れてますね。はい、ちょっと何やってきたんですか。水泳をやってきました。プールの帰り。イエス。ちょっと泳いでみて。なんかクロールクロール、やるクロールだったらいいことですね。とあとね、今これはい、水泳やったんで、あー、背浮き。そう、これは前のプールでやってたから。そうだね、かなりそれ最初の頃やったよね。最初の頃にこれ前のプールでやってたから、はいはい、これはなんか怖くない。なるほど、じゃあこのプール頑張って続けてって、4泳法は続けてほしいな。はい。クロールと次何？背泳ぎでしょ。クロール、背泳ぎ、平泳ぎ。平泳ぎ、あとは犬かき。はい、バタフライ、バタフライ、はい、ということで髪がちょっと乱れてる。はい、はい、ということで、ね、今日、はい、お手紙紹介を、はい、なんと、ね、トラカも大好き春野さんから、はい、春野さんからお手紙とコーデをおろつけをいただきました、はい、お手紙読めますか。多分トラカに読めるように書いていただいてると思うんですけど、読んでみてください。はい、2人のマイケラちゃんのサイン、可愛いの考えられなくて諦めた。手作りハグキーバッグにつけたりしてね。金券は100円とで買ってください。はい。というお手紙です。手紙ね、ありがとうございます。カルノさんいつも。で、カルノさんから。なんとね、この紙にも出てきてる通りのものがね。そう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 。まず、じゃあまずはコーデ。コーデ。濡れてきてさ、はい、グレープキラキラ。おお、そらか持ってないからいいよね。うん。もう下げてます。はい。次なんですが、トロつけ可愛いよね、カルノさんの。カルノさんの2人のマイキャラちゃんの1人ですね、うららちゃん。いただきました、可愛い。トロがちょっと逃げるんだよね。あ、そうそうそう。そうそう。そしてじゃですね、すごいの。すごい。これ、そのキーちゃん。キーちゃん。すごい。すごくない？それも着てるさ、コーデあるガールズエール、キラツワンチ。可愛い。すごいね。これ嬉しかった。ね、じゃあそれ、キーちゃんも買って着てましょう。じゃあね、今日はそのカルノさんの衣装を使ってコーデを。衣装を使ってね、うん、やっていきましょう。はい、じゃあお願いします。すいません、今日はトロッコさんがですね、あれを忘れたんですよ。スマホを固定する撮影の方なので、ちょっと今日ブレがあるかもしれないです。トロッコ、明日学校ですね。ね、記念は言っちゃダメだけど。いやいや、大丈夫、40周年記念でしょ。トロッコさんちょっと10周年だもんね、そこの学校の。お出かけの約束したのに天気雨みたいだ。ラビン、今日晴れてるよ。今日晴れてます。いいです。家でフォートナイト。いや、お絵かきしよう。いや、家でフォートナイト、家でフォートナイト、家でフォートナイトしよう。ラビン一緒にやろうぜ、フォートナイト。手がさ、ちっちゃくてさ、いいくなるよ。なる。そう、エモちゃん、あ、めっちゃいいね。を30回取りましょう。無理や。レッドキャンペーンやってみようかな。これラビリが紫色なんだよね。トロチキは何人？1人。全部カルノさんね。オッケー。じゃあ2人でやる言葉ボケ。まずカルノさんからもらったやつ。はいはい。あ、これは合うよ。あの、頭ワンポイントでいいんじゃない？ちょうど。合うじゃん、合うじゃん、合うじゃん、合うじゃん。カルノさんもプリタン持ってる。プリタンを持ってる。そうそう、カルノさんプリタン持ってます。さあ行きましょう。かわいい。かわいいですね。
そらさ、一回検証してみたいことあったんだよ。何が？イルミナって出てきた時に卵拾わなかったら。ああそうね、次ちょっとそれ検証してみる。あ、それは確かにやったことない。やらないもんね、みんな絶対ね。そう、なんか気になっちゃってさ、今。そうだね、今度ちょっとやってみよう、それ。なんとか今企画を思いつく。このチャンスだね、来るとき待ってましょう。イルミナージュが出てきた瞬間、何も拾わない。うん、頑張れ。絵はやってるもんね。これかわいいよね。かわいい、イルカのやつ。乗りたいんだけど、ラビリット一緒に行きたい。さあ、どうぞ。イルミナージュ。はい、イルミナージュ。これさ、当たり来た時大変だよね。そうだ、当たり来た時、これすごい当たり企画やられたらちょっとたまったもんじゃないね。どっちが好きですか？ポッキー。ポッキー。1000コインだった、1000コインだった。あなた、また使っちゃうの？プリチャンストアへようこそ。ちょっとさ、キラッチの食べ物高くね？500円、500って、このコインの増え方で。それ、これ買おうかな。あ、どちらと交換なさいます。そういう方がいいと思う。またのお越しを。お、かわいいね、やっぱり。かわいい、ね、カネちゃん、ピンクのイメージがあったね。はい、ということで終わりました。終わりました、カルナさん。ありがとうございました。ありがとうございました。かわいいね、こうでも、はい、あれがなかった、意外となかった、はい、オチでした、はい。で、おそらかさんは今週、学校土曜日ある。何その憂鬱な顔してるの？あー、もう学校は明日だけど、まあね、うん、楽しんでよ。2時間はほぼ遊びの授業だから。でしょ、ダンス。お昼は学校で出んの？あ、ほんと？よかったね。じゃあ、ママと二人で美味しいもの食べてきます。あ、いいっすか。で、白熊ちゃんの本家はホットケーキ食べてから。プリちゃん、もうすぐ第3弾終わるよね。うん。第4弾の情報がね、なんかツイッターにいろいろこう出てるんで、まあ、そのうちね、それをこうやりながら、やって様子見てやっていきましょう。はい、はい、じゃあね、今など落としました。いや、落としません。落としてない。で、あとお知らせです。はい、はい、前からお知らせしてるんだけど、お手紙をいただくじゃないですか、こうやって。で、返信用封筒に切手と、名前、住所を書いて、返信用封筒を一緒に入れてもらえると、そこにホロチケとか入れて、ホロチケ名刺で、まだ缶バッジがまだ少しあるので、それはある限りですけど入れてご返信させていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、あと年賀状とかの送り先も一緒、はい、で、じゃあ年賀状に関してはちょっと返せるかどうかわからないから、なかなかうちになかなかね、その返す時間もないかもしれないので、まあ、もうぜひでもいただけるものは欲しいですね、年賀状ね、はい、ぜひそちらもよろしくお願いいたします。じゃあ最後お願いします。お願いします。それでは、せーの、お疲れ。バイバーイ。バイバーイ。